いや寒くてさ、なんか、はい、年明けからずっと喉鼻俺調子悪くてやばいね。なんかなるほどね。今俺これどう、声普通、いつも通り、ちょっと鼻声かな。そうなんだよ、なんかマジで鼻がずっとツーンとしてて、うん、で喉もなんかこの痰が絡まっちゃってきつくてさ、いやね、うん、大変だよな、寒暖差やばいからね。なんか今年やばい、意味わかんないな、意味わかんない、意味わかんない。年末ぐらい結構あったかかったじゃん。そうそうそう、なんか急に来たよな。伊達ちゃんとかどうよ、調子。俺もだから年末結構風邪気味でめちゃくちゃ熱出た日があったんだけど、はい、マジかよ。だけど何もなかった。あ、その日だけ。あ、もうケロッとケロッととかあったね。持ってかれたね。ここでさ、聞き手のジロちゃんだよね。ね、はい、そう、ダウンしてたみたいじゃないの、あなた。はい、私ですね、あのクリスマスイブからダウンしてまして。なげえ。そんなことなげえな。12月24日からそうで、あの X をね、ツイッター君を見てたんですよ、うん、はいはいはい。僕ね、12月24日にね、なんか寒いからビリヤニ買ってきて、うん、頑張るぞいっつって、うん、で25日に、昨日からなんとなくあれだったけど本格的に崩しちゃったねっていうツイートをしてるんですよ。はいはいはい。でこの時の体温が、8度5分でした。8度5分、はい、相当言ってんじゃねえかよ。ちょっとじゃないな。結構だね。で、12月27日に、はい、体温測ったら36度9分だったので実質全開っつって書いてあるんですよ。微熱ね、うん、こっからまたさらにもう一山ありましてそんなことある。すごいな。このね、ネギトロとマグロ丼とかも作ってるわけですよ、ドワーフ飯として。そうだよね。こう、2人なら分かってくれるかもしれないんですけど、うん、この画像をよく見ると、はい、ご飯めっちゃ少ないんですよ。ちょっと待って、ちょっと分かんない。むずい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 。何言ってんだ。俺、彼女じゃねえんだ、俺たち。普段退職感だから。で、まあ、1月なっちゃって、で、2日、3日、4日、5日でなんとか。うん、良くなってきたかなって感じ。長かったな。長かったね。だからもう保湿ティッシュってあるじゃないですか。ローションティッシュ。ローションティッシュ、ね。ローションティッシュ、ね。はい。うん、あれこの年末年始3箱使いました。あれじゃあ、鼻と唇の間のそこが痛い。すっげえ痛い。ここね、もうめちゃめちゃ痛い。症状としては何？その熱のだるさとその鼻だけだったの？ああ、そう。熱はまあ、あの、引いたり出たりみたいな感じで、そんなにしんどくなかったんですけど、あのね、おかんと、なんつうの、こう、気持ち悪さがずっとあって、やだね。画面酔いみたいな。目で携帯を、スクロールを追ってるともう、気持ち悪くなってくるっていうか。じゃあ、スマホも見れない状態な。そうそうそう。だから、それ大変だ。ほんとびっくりしたのが、馬車の運転、ちょっとしたりとかしたんだけど、はい、もう全然ダメ。もうやめて。もうすぐ帰って。しちゃダメだよね。で、もうやめて。まあ私は結果風邪でしたね。まあよかったよかった、ね、風邪。それで結果風邪って。風邪とは言えないけど、それ。やっぱちょっと普段から頑張りすぎてる、その疲れがね、あってなのかなってちょっと思っちゃうね。ああ、まあまあ、不規則だったりもね、するしね。この時期やたら、なんか熱のやつ多くなかった？周りにいっぱいいたよね。すっげえいっぱいいたよ。うん、それこそなんかさ、X 開いたら、その、フォロワーでもいっぱいいたもんね。うん、で、やっぱ結局、風邪だったみたいな。ああ、そうね。あ、インフルでもあいつでもなかったんだみたいな、なんか。ああ。このただの風邪も実はやべえやつなんじゃねえか、こいつ。新しい何か。やめろ。てんてんてん。ああ、なるほどね。そこまで一生懸命。やめろ。やめろ。消されるぞ。危ない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 。それはね、センシティブだから。温めるのが大事で、さ、う、ゆ、ん、ってあるじゃん、お湯。おう、はい、おう。あれ朝飲むだけでマジ変わって、あ、体調良くなって、あと寝る前も良かった、風邪ひいた時はね、家系ラーメンよ。マジで都市伝説やん。絶対食う。俺はもう全部の元気入ってんだから。でもそれ確かにな、うん、だから、ね、本当にね、ちょっと気をつけましょう。体調には本当に気をつけます。暖かくしてねっていう注意喚起の動画でした。注意喚起動画でした、うん、俺のようになるな重いな、言葉が重いな